プルグセクイエスクは、ルーマニアのトランシルバニア地方、コバスナ県に属する都市。自治体としては、近くのルンガ村も含まれる。ハンガリー語では、ケーズ・ディバーシャー兵、ドイツ語では、セクレルノ・イマルクと、ラテン語では、ネオ・フォルム・シクロルムと呼ばれる。1407年の文献に、登場バサーラとしてその名が見える。これはハンガリー語で、トリアの市場という意味がある。 かつては、ルーマニア人の間でもハンガリー名が使われていたが、1920年のトリアノン条約により、ルーマニアに入ると、ティルグセクイエスクに解消され、その後現在の地名になった。現在のハンガリー名は、ケーズディの市場という意味で、ケーズディとは、政経人の言葉で、役場のこと。かつて行政機関が置かれていたことに由来する。中世から市場長として栄えた。 2002年の国勢調査によるとこの町の人口は2488人で、うち90.94%に当たる18,653人が成形人である。国勢調査に基づく人口の推移比較的小さな町でありながら、いくつかの名門高校が置かれている。これらの高校には、ナジ・モーゼシュ、ボイド・ペーテル、アポル・ペーテル、ガーボル・アロンなど、巧妙な 成形人歴史家の名前が冠されている。このことから、トゥルグセクイエスクは、ルーマニア北東部の教育の中心地になっている。ありがとうございます。